曜日最初のコーナー行きましょうか。今日はいつもよりちょっとエレガントに行きたいと思いますので、ね、中身は一切変わってませんけどね。そうですね。はい、それでは行きましょう。キュミコとおかみのぶらりやっちゃった旅。はい、というわけでですね、まとりあえずやだですね、やだごめんなさい、ね、先週はとりあえずは南へ行きましょうということで、はい、梅ヶ浜までご紹介しましたけれども、 そこからまた美味しいものあり、はい、こんなものがというね、そういった素敵なものもねご紹介できますよ。それでは早速どうぞ。何食べる？その港のあたりで美味しいやつ、美味しいやつ、美味しい食堂みたいな、美味しい食堂この辺食堂ないんですか？あー、なんかあれ、レストラン、レストラン、ランチギリギリ、ギリギリ、はい、行きますよ、はい、行きます。すごいですね、船が本当。今回のやんちゃ旅、なんとこんなおしゃれなお店、レストラン川村内ハーバーでランチしちゃいました。おしゃれでしょ、いろいろありましたよ、メニューも。あー、来ましたね、来ましたね、シャボーカですこれ。すごい。でもね、ちょっとずつ美味しいものが並んでる、女性が好きなパターンですね。心をしっかりと掴んで、食べていいですか？いただきます。さあ、私は綾豚のスペアリブのロースと蜂蜜と黒胡椒風味をいただきましたよ。美味しそう。ねえ、ボリュームたっぷり。そして私、ホタテ貝のグリエ、白ワインソースを食べました。なんかワインソースに見えてきた。本当に景色もよくね、リピーターさんもすごく多いみたいですよ。そうです、素敵ですね、うん、さあ、そしてお腹が満たされたところで、レストランのすぐ近くのアブルツ港に自衛隊の船が続々と入ってきたので行ってみました。例えば、はい、カメラ持って中に入るのはやっぱ NG ですよね。大丈夫です、大丈夫ですか？もう見ていただいたらやばいやつはもう隠してますんで。あ、本当ですか、はい、ご案内をそのままお願いすることは可能ですか？はい、いいですよ。交渉成立。あ、でも本当に、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、はいはい、丁重の許可を取ってきますんで、はいはい、ちょっとお待ちください。お願いします。おお、すごい角島。あ、どうぞ。あ、いいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと機関長にですねご案内していただけることになったので、ラッキーです、もうすごいラッキー。本当にアポなしで突然のお願いだったんですが、キュミコさんの強引な交渉でこちらの機関長に案内してもらいました。角島は神戸から来たそうなんですが、うん、訓練のために全国からたくさんの自衛隊の船が油津港に集まっていましたよ。そして集まっていた船は日本周辺の海底に沈んでいる機雷という爆弾の処分をする役割を担当しているそうです。そして機雷の中には磁力に反応して爆発するものがあるらしく、角島などは少し昔に作られた船、なんと木で作られているそうなんです。入れちゃう、失礼します。あ、かっこいい、すごいすごいですね、なんか今自分が、まあ、海は道がないですから、はい、何度走ってみてしかできませんよね、はい、だから、今これだったら350度ぐらい、ここだ、350度走れるとか言って、で間もなく何度に向けるとかですね、そういう言い方で動いていきます、はい、かっこいい。これなんですか？これは今使ってないんですけど下にこう、こういうのこう下からにこう、なんか物を使ってないです。いやいや、油を落としてどうぞ。あ、すいません、乗っていただいて。なんか昔の名残みたいなもんね、ちょっと赤い椅子に寄ってますけど。さあ、いよいよ出航だ。あ、すごい。うわ、遠くまですごく多く見える。さあ、さらに船内を案内してもらっていると角材を発見しました、はい、由美ちゃん、ゆきちゃん、この角材何に使うか分かりますか？あれやね、もうあげるやつやね、誰に？プレゼント、プレゼント。これはですね、まあ、船が木製ということで、座礁した時にちょっと船に穴が開いたとかいう時にこれを使って応急処置をするんだそうですよ。訓練も行っているそうです。そして見て見て、すっごいものがあったんです。20ミリっていう、その玉がここから
そこから入ってからボン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 薬莢が出るわけですね。これは20ミリ気管砲といって、海底に沈んでいた機雷を引き上げて処分するときに使うそうです。さすがにこれは触らせてもらえませんでした。かっこいいでしょ。すごい、なんぼよ、ダダ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 、ズドン、テンション上がるわ、上がる、船のせいなのかイケメンのせいなのか不思議と、あのね、怒りのマークのボタンの金ボタンのついたあれしてると、あ、素敵だな、優しいですね、すごい紳士だって、お気をつけください、笑顔も素敵でございます。あ、いいわ。きっとね、あの鍛えてるだろうから、鍛えてますから、いい筋肉してらっしゃると思うし。そこね、どこ見てんですか。期待するわ、なんか何の期待。いやいや、いろいろ期待しちゃうなみたいな。やってきました。で、帯状といえばやっぱり市販的ということで、はい、私たちも体験することにしました。そしてこちら高橋さんに教えていただきましたよ。あのね、膝はちょっと負担がかからないで。あ、本当ですか、はい、お借りします。じゃあおはぎちゃんどうぞ。専用の椅子を入れてください。そしてここに乗せるようになってますので、はい、乗せて、はい、うん、そしてちょっとこうどうしても落ちるようだったら、これをちょっと親指をこう支えるような感じで、はい、ね、その赤と赤ですよ。ちょっと下か、よいしょ、あれ。ちょっと器用ね、はい。2人ともちょっと手元が怪しいんですけれどもね。高橋さんの的確な指導のおかげで少しずつ上達しましたよ。顎が乗ってます。フラフラで、難しいですよね、これはね。では、萩ちゃん、はい、恒例の勝負を。負けまへんえ。わても負けへんで。なんでかこんな感じになりましたけど。行きましょうか、じゃあ。行きましょうか。うわあ。よし、行くぞ。あら、おどこ違うとこ入りましたけど。え、お、ちょっと来た、見て、ちょっと5点割ですね。プレッシャーかかりますね。ねえ、東京五輪。なんかね、いまいちこう掴めてないんですよね、自分が。おー、はずい。すごい、なんか白い壁のところになっちゃって。これ人生上向きっちゅうことで、ね、どうですかね。ねえ、やった。今回の勝負も私が勝ちました。もう超悔しいんですけど。始めるつもりや。始めるつもりや。市販マット。ね、あの初めて体験したんですけれども。まあ当たった瞬間のあのいい音、ねね、スパーッと違いましたもんね。そこ違いましたね、やっぱりね、ハグさんの体操が違いました。ビヨーンなってて、そうそう、一応ほらオチを考えなきゃいけない。あー、本気を出さないってことですかね。優しい心で怖いけどね、みんなね。いやいや、私は本当でも体験したことがあったんですけど、やっぱりあのね、難しいからこそ楽しい。あ、うん、
った時のあの喜びね。そうそう、上向きやけどねみたいな、すごいポジティブでしたね。で今回参加したので、うん、なんとこれ、あ、はい、あ、すごい証明書、使者記念ということで、認定証をいただきました。いただけるんだ。成績優秀な方がいただけるというこれなんですよね。なんかもらったんですよ、成績優秀じゃない、いやいや一応ほらね、頑張ったでしょうっていうことで、番組でとか言ったんでしょ、また記念にくださいましたありがたいですね。オフィス着で作られてるんですよ。そうですね、まあ、何よりも、ね、教えてくださった、あの高橋さんが本当にお上手で、あの宮崎の年間のチャンピオンを決める大会がありまして、これからなんですけれどもね、結構いい成績を残されていらっしゃいまして、すごい成績を収めていらっしゃる方で、その方に教えていただいたので、ね、はい、早かったですね。でも、ちょっと膝が痛かったからね。自衛隊のあれもね、かっこよかった。本当にたまったま、ああやって全国から集合してたみたいで、で声を勇気を持ってかけたら、どうぞご覧になってくださいということで、でも違うとこ見てたんですよね。いやもう筋肉が、あの仕組みなんて全然気づいてないのに、筋肉の仕組みの勉強をされてたんじゃないですか。もっと鍛えてらっしゃいますからね、かっこいいんですけども、あの11月17日から19日までね、油津港の方に停泊をして、日向灘で日米合同練習が行われたということです。そして美味しいランチも。そうなんです。本当にね、ごめんなさい、普通のドライブになってました。最近その傾向が強いよね。だってぶらりですから。ぶらりですから。いいよね。そうで、どこか、ね、美味しいものないかなって探してたら、うん、おっていうかっこいいお店が登場して。でもハギちゃんのお菓子タイムなくなったじゃないですか。お菓子タイムが始まったから。前半、ね、で本当にノンアポでお店の方にお邪魔したら、そうそうそう、どうぞって、もう本当にあの、あともう少しっていう時間だったんですけどもね。ね、10分前でしたもんね。いただきました。ありがとうございました。さあということでね、南のぶらり、まあ、日南市をお送りしましたので、今度はどこに行くかまた皆さんに期待してご覧いただきたいと思います。以上、キュミコとおはぎのぶらりやんちゃ旅のコーナーでした。では CM の後はブリリアント女子部をお送りしていきます。